嘘か本当かわからない、この世には明るみに出ることのない闇の噂が存在し続けている。あなたは信じ切ることができるだろうか。今回の都市伝説、舞台はニューヨーク。廃病院っていうのは数々の人が亡くなってるんだよね。そこに ST ロッジが入ってきちゃったんだよね。これすごいことだからね。パンドラの箱が開いちゃったんだからね。今回はその場所に潜入しつつ、病院にまつわる都市伝説を伝えていくからね。信じるか信じないかはあなた次第です。はい、ということでやってまいりました、はい、ST 都市伝説 in ニューヨーク。もうすごいことだからね、これ。おー、関さんが来てるということで、ね、今めちゃくちゃこう綺麗なですね、この橋とかが、こうでっかい綺麗な橋とかがある。めちゃめちゃ綺麗でしょ、これ。川の横の公園歩いてるんですけど、今日はね、まあ、冒頭で、はい、のりあきおさんが説明した通り、うん、廃病院があるということで、そちらに行って、まあ、ほぼ心霊スポットなんですけど、心霊スポットでもある、ありながらも、まあ、都市伝説もいくつかあるということで、何が怖いってね、町と町があって、その間にポツンってあるような町なんですよ。はい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 、地下鉄でしか行けないような、その一番奥だよ、しかもあるのが。なるほど。だからもう本当に人がいないようなところ、この綺麗なところから多分もう少し景色が一変するので、そちらをお楽しみ。レッツバスローマン。やばい今、つやきさんがひやついたやばい、あ、バキッツ。ちょっと、タボさん、あちら、すごい。えうわえこわやば。最果てになんでこんなの取ってあんの。えぐいやもだ。やめろや。やばいな。うわかつ勝負は友達出てきた。やばい。見て席やれ。これなんて書いてあるんですか。まあ、ここはホスピタルですよってことですよね。だからまあ病院だよってことと、まあここは廃病院だと。はい。で、数々の方が亡くなってて、まあもう今はじゃあもう心霊スポットと化してますよみたいなことをザーって書いてるっていうのは嘘なんだけど。嘘なんだ。やばいよ。もうあそこ見て。絶対ここはあれだもん、アンブレラのボスがいるとこ。アンブレラ。はい、ということでいかがだったでしょうか。今のレンウィック病院、レンウィック病院、あーすっごい怖い、すっごいね、すっごい浅いねお前。はい、ということでレンウィックホスピタルについて、はい、怖い話を話していこうと思います。こいつじゃねえんだ。え、話すの。そいつは基本的に話せないです。大きいものだからね。はい、ということで今のレンウィックホスピタルなんですけれども、はい、マンハッタンとクイーンズクっていうところのちょうど間に位置するルーズベルトアイランドって言われてるところなんですけど、地下鉄とかでしか行けないあそこなんですけど、はい、うん、マンハッタンまで一駅と、うん、そういうところもあって、今はもう高級住宅街として名を馳せているんですけれども、昔は精神病院、刑務所っていう結構ね怖いところがたくさん集まる島だったんですね。島だったんですね。あそこ。ああ。その中で唯一残ってしまったのがあのレーニックホスピタル。ボロッボロだけどガチの精神病院とかそういう系の病院だったんで、あの霊は確実にいるって言われてます。うわぁ、僕以上もあんだ多分。雰囲気がやばいから、うん、まあ、中に入ることはできないので、うん、まあ、外からパーッと撮ったんですけど、まあ多分さすがに外なんで、うん、まあ、多分声とか入ってないと思いますけど、まあ編集してみないと。いやもうさすがに怖っ。ただ海外なんで、もしかしたら変なもっとスケールのやばい怪奇現象がどっかしらでね、どっかの企画の動画で映っている。それ。まあ映るか入るか。昔はもうありえないぐらいの患者さんを収容していまして、で近所に刑務所とかもあったんで、うん、まあ、囚人じゃないですか刑務所って。うん、何千人単位で患者さんいたので、いつしかもうその一帯がヤバすぎて、入院してる人まで囚人って呼ばれるようになってました。そういう悲しい背景というか、暗黒の時代から存在していたよっていうのが。
ホスピタルなんですね。雰囲気はまあ神社じゃなかったと思うんですけど、あそこだけなんか口座なんだ、あそこだけやばい、やばかったよね、やばい、なんか青白くなってた、そう口座なんだ、あそこだけやばい、やばかったよね、やばい、やばかったよね、やばい、やばかったよね、やばい、なんか青白くなってた、そう雰囲気がやばかったです。あということでここからはドテツラさんに、相変わらずお前喋んないね、置物だからね、絶対言うのよということで、ここからその病院関連の初心説をタオボーさんに紹介していただきたいと思います、はい、お願いします。はい、1962年に、はい、ウェイバリーヒルズサナトリームっていう病院が建てられたんだけど、この病院当時結核みたいなのが流行ってたのね。今だったら治療法はあるんだけど、うん、その当時はなかなか治療法もなくて、かかっちゃったらもうだいぶやばいみたいな病気で、この病院その結核の患者さんとかが多く収容されてて、老若男女問わず、はい、結構もうそこで死んじゃったみたいな人が多くて、その霊が結構いるって言われてる場所なのね。でね、この病院、アナの魂が入った人形っていうのがあって、えアナめっちゃ反応するアナベルかと思った、あーすいません、アンでした、アンの魂が入って人形が24時間ライブ配信されてるらしい。はその病院でアンの魂が入った人形が24時間の生配信することに、どっかで動くとかっていうのを見るためのものってこと。まあそうなんじゃないかな。バックでその病院、いやいや、やばいよ、何してんの何遊んでる、遊んでるっていうか、なんか何このね、オカルト教団みたいな、そうそうそう、めっちゃ怖くないこの病院なんか毎年秋になると、うん、ハロウィンイベントということで、はい、なんか誰でも、最後と起きてるかと思います。あれ多分あの冷房か暖房か切り替えの音です。嘘でしょ、え行きます、ちょっと鳴らしますよ僕。うわマジや、やばくないですか、え今レイが押しましたかね、やばすぎでしょ恭平の代わりに来てくれたんじゃないでしょうか恭平の生き量がね、恭平の生き量が、生き量なんだ。この病院、その廃病院になったのね、今はもう。で、毎年秋になると、ハロウィンイベントってことで、本物のお化け屋敷ってことで、中に自由に入れるらしいです。だから、あれやろ、え戦慄迷宮みたいな。あー、まあ、日本で、もう、やばい。そうだね、もう。ノンフィルター戦慄迷宮じゃん。アンニング、アンニング。この廃病院にあります。えその24時間撮った動画っていうのがあります。え、それは動いてる、これ、動きます。え動きますすぐ言うやん、今もやって今もやって怖っ何それ、アメリカ行かれてるよ、いやほんと行かれてる、廃病院なのにそこに電気代を使ってるっていうの何してんの何してんのだからなんかもうあれだよね、観光スポットみたいな感じになっちゃってるよね、人寄せみたいな、すごいね、これあんまりね、これアメリカないというか、うん、え、それだから、そうでしょ、ええもう見上げてるよ、聞こえた瞬間いやだってもうすごすぎて、嘘でしょ、なんでアメリカで埼玉にいる時と同じような現象起きてるのかな、おかしすぎでしょ、なんならもうニューヨークの企画全部現象起きてる気がする、そうだね、結構それも勢い、なんかここで起きてる現場で、その後から分かるとかじゃなくて、以上がウェイバリーヒルズサナトリウムというこの病院の話でした。サイコパスやなマジで、いやえぐいよ、だからいろいろやっぱ人が違いすぎておかしなことが本当に起きてしまう、ありえなくない、ありえないことをもうまず人間がするから、もう霊もありえないジャンルで動いてるのかもしれない。他にもアメリカでしかできないような都市伝説たくさんアップしていますので、ぜひチェックしてみてください、はい、お願いします。アメリカ来た時は廃病院ってもう当たり前のようにさあるわけじゃん、まあだから気軽に行けちゃう分さ、こういうとこに来て霊とか移っちゃってさ、うん、もしかしたら日本に帰ってくることはできないかもしれません。信じるか信じないかはあなた次第です。少しでもね、アメリカってやべえなって思ったり怖かったら、チャンネル登録と高評価よろしくお願いします。お願いします。次の動画でお会いしましょう。バイビー。バイビー。集まる島だったんですね、怖かったよね、やばい、なんか青白くなってた、その常識
の壁など壊せよ。